岩崎栄二郎4月29日から2017年7月11日は、日本の言語学者。慶応義塾大学名誉教授、日本学士院会員。生の、木はいわゆる、立つ先であるが、ジス X0208 に収録されていないため、岩崎栄二郎と表記されることもある。東京大学文学部助手、旧生成形高等学校教授、成形高等学校教諭。 埼玉大学文理学部講師、東京教育大学文学部助教授、東京大学教養学部教授、慶應義塾大学文学部教授、慶應義塾大学言語文化研究所所長、独協大学外国語学部教授などを歴任した。1922年4月29日、東京府にて生まれた言語学者である。ドイツ語学を専攻し、ドイツ語の普遍化詞の研究で知られている。 東京帝国大学を卒業し、東京大学、旧正成形高等学校、成形高等学校、埼玉大学、東京教育大学、慶應義塾大学、独協大学などで教鞭を取った。後に、慶應義塾大学の名誉教授となった。小安農園を経営していた、岩崎照也の次男として、東京府江原郡品川町に生まれる。姉二人、兄一人の末っ子。 兄の長男は、朝日ガラスに勤めており、長子は、岡部長職の八を、長生に嫁いだ。岡部長生の長兄、長影の妻、悦子は、加藤孔明の長女なので、悦子は、栄二郎の、また重子にあたる。祖父は、三菱財閥の二代目、総帥、岩崎矢之助、父、照屋は、矢之助の三男で、日本における鉄道ファンのパイオニアとして知られる人物。 曽祖,祖父に、後藤祥二郎がいる。三菱の創業者一族、岩崎家に生まれたため、研究者としての駆け出しの頃に、三菱財閥と密接な関係にあった、整形学園で教鞭をとっている。1929年に、成城小学校へ入学したものの、病気がちで、学校には、ほとんど行かず、鎌倉、逗子に天地療養。1931年、 生計小学校3年に転入学し、以後は健康を取り戻す。1935年に旧生生計高等学校へ進学し、1939年に同高等学校の高等科へ進学した。1942年に東京帝国大学文学部ドイツ文学科へ入学したものの、1943年12月に学徒出陣で、 横須賀の竹山海兵団へ入団。1944年7月、栗浜の海軍通信学校に入校。同年12月には、戦時特例により、大学を不在のまま卒業。大学で勉強したのは1年半だけだった。1945年6月に、九州の海軍航空大基地に赴任し、同地で敗戦を迎えた。復員後、 東京大学や慶応義塾大学などで教授を務めた。1988年3月31日に慶応義塾大学を定年退職し、慶応義塾大学名誉教授となった。ドイツ語学者としての業績としては、ドイツ語の福祉、特には法師、身体師の研究に専念し、日本人の視点からドイツ語の不変化史の意味分類と意味記述を試みていることが挙げられる。 また、読和辞典や和読辞典の編集にも数多く、携わっている。妻、高子との間に二男を設けた。長男、トールは、三菱商事勤務を経て、東山農場の社長。次男、淳は、栃木ニコン社長、ニコン執行役員を経て、ニコンの特別食卓。ありがとうございます。